県内のインフルエンザの患者数は2週ぶりに増加しました。県衛生研究所によりますと、今月11日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は768人で、前の週から201人増えました。1医療機関あたりの患者数は17.86人で、依然として警報レベルが続いています。 保健所別で見ると、山形市と村山が最も多く。共に二百四十六人。ついで、置賜百四十六人。庄内百十一人。最上十九人となっています。また、年代別で見ると。九歳以下が最も多く。三百六十八人。ついで、十代が三百四十九人となっていて。 患者の9割以上が20歳未満でした。